はい、どうも、エンドイテペダです。ちょっと今日は皆さんに重要なお話があって、こうやって緊急で動画を回させてもらってます。その、ちょっと大事な話を、先に、皆さんに報告させていただきたいと。あべべっす。私、エンドイテペダの、エンド。名前を変えました。気づきました。エンドゥ TV って言ってんのに、僕のエンドゥ TV、エンドゥ TV になってたんよ。わかるかな？え、うん、ど、う、TV。みんなもしかしたら気づいてたかもしれへんねんけど、俺エンドゥ TV が良かったのに、今エンドゥ TV になってたわけよ。エンドゥ TV。エンドゥ TV じゃなくて、エンドゥ TV になってたよ。ドゥティ、ドゥティビーな。まあ、例えたら、なんやろな。カードゲームで言ったら、デュエルマスターズってあるじゃないですか。それをデュエルマスターズって勝手に言ってたわけ。デュエルマスターズやのに。わけわからんな。つまり、そんな感じ？だから、エンドゥティビーに名前変えました。それが重要なお知らせです。ありがとうございました。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。すいません。茶番はこれぐらいにしときます。本当の大事なお知らせがあります。私、エンドゥ TV の遠藤、ナイキと、スポンサー契約を結ばせていただくことになってません。ナイキとスポンサー契約を結ばせてもらうことは、まあ、そりゃ、大きな夢です。僕の夢ではあるんですけれども、まだちょっと早いな。まあ、日本のトップになって、世界に出て、やっと結べるか結べへんかぐらいなんかな。ちょっとあんま基準とかわからへんねんけど。ナイキと契約はあんま結んでません。はい。しかし、サムネとかね、タイトル見てもらった人はわかると思うんですけど、やっと、マックスフライ手に入れることができました。マックスフライ手に入れることができました。もう一週間前ぐらいにマックスフライについて、俺のマックスフライがパンクフレーになりましたっていうね、動画をこう上げさせてもらったと思うんですけど、結構 DM をいただきまして、僕パンクした右足やったんですよ。だから左足だけパンクした人、まあ言ったら右足が無事な人からこう DM が来て、僕のじゃあその右足無事なんで 26.5cm 1万円で買いませんか。中古やけど、まあありがたいんですよ。すごいありがたいお話なんですけれども、そこはやめといた。中古やしな、誰が入ったか分からへんスパイクやし、もしかしたらすぐパンクするかもしれへんし、それにちょっと1万かけるのは違うかなっていう。1万やったら庶民定価2万2000円やから、ほぼ新品のものを買えるわけよ。言うたらそれを中古で買うのもなんかちょっとバカらしいかなと思って、まあ、そこはやめときました。まあ、DM くれた人は、まあ、本当に僕のことをちょっと気にかけてくださって、まあ、送ってくださったわけで、まあ、本当にありがとうございます。サムネタイトル見てもらったら分かるとは思うんですけど、モアテンモアテン、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 モアアップテンポっていうナイキのスニーカーに、横にね、エアーって書いてる、AIR、空気って書いてる、エアーって書いてる、スニーカー、よく多分皆さんも見たことたくさんあると思うんですけど、それのね、スパイクバージョンがもう海外では販売されてる、っていうか、販売されてんかな？あんまり詳しくは知らないんですけど、まあ、その海外のサイトでは1個ね、販売されてたんですよ。でそれを僕はね、そこで買ってないんですけど、そこで、まあ、定価2万2000円のマックスフライが、そのマモアップテンポやからかわかんないですけど、3万円前後、まあ、3万円ちょっとぐらいで、そのね、モアテンのマックスフライを手に入れることができました。それがね、実はもうさっき届いたんですよ。はい、これまだ開けてない。やっぱりこう皆さんにこう心配かけていただいて、勝手にマックスフライ買って、勝手にマックスフライ変わってますよっていうのがちょっと自分ちょっとできなくて、皆さんがねこうやって心配してくださったんで、皆さんと一緒に開封していくと、そこが僕の思いやりというか優しさというか、恩返しある事情があって、どこから手に入れたとかはちょっと言えません。すみません。じゃあ早速ギリギリだと思います。その前にさ、ちょっとチャンネル登録者数の話なんですけれども、先日4000人を突破いたしました。ありがとうございます。でもやっぱデータ出るんですけど、やっぱ未だにチャンネル登録未登録の人が 75% ぐらいの人がいて、ポチッと押すだけじゃないですか。いいじゃないですか。
チャンネル登録せずに僕の動画を見るなんてみんなツンデレばっかやな。え？ツンデレだな。そこの君ですよ、ツンデレさん。ポチッと押すだけでいいからチャンネル登録ぜひ。あれです。じゃあちょっと早速開けていきたいと思います。どんだけもったいぶらすねんってな。やっとマックスフライ手に入ったからな。いろんな人が連絡くださって、入荷したらいち早く言ってあげるねとか、周りに優しい人ばっかやなって思って。うわ、いた、入っちゃいまいだよ。これマックスフライの匂いがする。これですよ、これ。なんか最近もマックスフライの新品の動画撮った気するな。1ヶ月前ぐらいかな、あれ。行くで、みんな。それじゃあ、開けていきたいと思います。ちょ、俺、これだ、ほんまに瓶の初めてだよ。うわ、緊張するな。じゃあ、行きますよ。3、2、1、熱っ。へへへへ。見て。なんかほら、ちょっとここ、ほら、赤いのちょっと見えてますよ。まあ、これ、もうね。うわ、あー、見えちゃった。これに入れるようにします。もうステップの袋に入れたら、お互いのマックスフライがお互いのピンでこうぶっ刺し合って、多分それでパンクしました。もう原因はそれです。前のパンクフライ。うわうわうわ。いきますよ皆さん。うわー、ガチ。うわうわー、ちょ見てこれ。やばくね？かっこいい。え？これはほら、ここに AIR 空気って書いてあるねんけど。うわー、かっけー。とパンクフライしてないか。あ、してないですね。こっちは？あ、してないね。逆足もちゃんと見とこうかな。うわー、これやば。してない。あ、してない。100点。うわ。これ、かっこよくね？ナイキのマークにエアーって書いてる。やんやん、空気空気、絶対売れるよな。また転売屋いっぱい出てくるで。これは裏は赤くなってて、ちょっと前のスパイクと見比べてみようかな。これが僕の今試合用で使ってるスパイクなんですけど、これ左足です。こう見たら、ここのナイキマークがビヨーンってこっちはなってるんやけど、こっちはこのナイキのマークが小さくて、こっちにエアーって書いてるスパイク。で、こっちにもエアーの R が主張が強いな。まだピンはこう刺してないんですけど、ついてるピンは変わらず金色ですね。このマックスフライと一緒に見えたけど、もう銀色になってます。マジか。いいのか、こんなん俺が手に入れてしまって。うわー、最高。こっちのナイキはちょっと短くなったんですね。こっちがこの主張が激しくなくなった。その代わり R の主張が激しくなった。まあ立命館大学やったからちょうどいいかなみたいな、ちょっと意味わからへんけど。他はまあ変わらんかな。サイズは前 26.5 で、サイズ感はもう変わらず。変わったら困るねんけど。この中身ちょっと見ていきましょうか。中身はですね、どんな感じかと言いますと、26.5 ってシールが入ってるから、ちょこれどっかやって。前のスパイクは、こうやって、これね、臭くないから大丈夫ねんけど、ちょっと黒いけど、Just Do It って書いてるね。ピンクの、俺がパンクフライしたやつは、確か2021って書いてた。東京オリンピックカラーやから。で、こっちは、ナイキエアーだけ。ただ、まあ、ちょっとやっぱ白やから、まあ、幅跳びじゃないから大丈夫かな、わからへんけど、ちょっとまあ雨とか降ったら汚れるみたいなのはあるかもしれへんけどな。こんな感じですね。エアーン、エアーン。どう？俺の食レポ。これナイキにエアー。でもあんま言うことないわ。だってもう前言ったもん、スパイク紹介。何を言ったらいい？あと。なんか知りたいことあったらコメント欄ください。多分ないと思いますけど、こんな感じっすね。何が変わったっていうと、このナイキモアテンになったこと、そして中身の Just Do It がナイキのエアーってナイキ文字にエアーってなったこと、そして
ナイキの文字が小さくなったこと。こっちも小さくなったな。ちょっとまだこれ日本で発売するとか全く情報とか知らないんですけど、これはほんまに大切に使って、目標10秒09やな今年はな。このスパイクで絶対出す。だからこっちのスパイクがもしかしたら練習用になるかもしれない。ただこれがパンクしたらまた買わないといけない。だからまだ欲しい。正直試合用に2個ぐらいないと不安正直。まあ明日か明後日にちょっと大事な、また重要な発表があります。これはほんまに大事。冗談抜きで、まだ発表していいものかわからんから、まだ動画にはしないんですけど、まあ明日から明後日に動画また上がると思うんで、皆さんよかったら見てください。チャンネル登録も 75% の人ぜひ、未登録の人ね、してくれると嬉しいです。あとこう概要欄にインスタ、ツイッター、 TikTok の SNS も載っているので、もしよかったら練習動画とかね、載せてるので、まあ、特にインスタフォローの方よろしくお願いします。じゃあみんなバイバーイ。